ロンドンダンジョンとは、ロンドンにある観光名所のテーマパークである。ダンジョンでの公主台などロンドンの歴史的な地、生臭い、ゾッとする出来事を、観衆向けにユーモアを交えて再現している。俳優の生演技、特殊効果、乗り物に乗りながら巡るなどのアトラクションを提供している。1974年に開館、最初は、 恐怖の歴史博物館として始まったが、俳優主導、観客参加体験型のテーマパークに変化していった。運営は、マーリンエンターテイメンツが行っている。2013年、ロンドンアイ、カウンティホールに近いツーリンストリートに移設された。18の演目、20人の俳優、2台の乗り物を、呼び物にしている。観光客は、特殊効果が組まれた舞台で俳優が演じる悪名。 高い、切り先、ジャック、スイーニートットや、ペスト流行期のペスト医師、火薬陰謀事件の拷問官、裁判官等にあい歴史的な裁判などの体験をすることができる。高主題にちなんだ、フリーフォール、ソニービーンが住む、洞窟内巡りボートなどの乗り物が用意されている。ロンドン団長2013年ジョンストン、サラマスターズ、トム、ロンドン。 ロンリープラネット P164?ISBN1 から741040914。A History of the London d u n ビジトブリテンヌーアイーブンスケリーヤロンドンダンジョンツーオープンマーチ2013ロンドンダンジョンムービングウエストハットロンドンダンジョンありがとうございます。